ミートピアまた来たティラクソコラになってんだよな、どう見ても。なんか、あ、いらん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 。ほら。うわあ、泣いとるうん。これが超摩天楼。ここに超魔王、入れた社長が。でも、うん。扉が固く閉ざされている。4つの穴気になるな。また宝石はめたら開くのかな。たがしに戻ろう。あー、で旅人町行くのか。なるほどね。おお、ガノンドルフやないか。頼む所長、ガノンドルフ。ちょっと聞いてください。最近ですね、最小の国がまたピンチでして。え？ネズミの怪物が追われてるのです。ネズミの怪物。あれ、アイリーンネズミとか？王様私、なんとかしろと。いや、王様私、なんとかしろと無茶だから。まあ、いけそうやけどな。勝てるんちゃうかな。君なら本当が頑張れるんじゃないかな。助けを探しに来ました。あ、なるほどね。最小の国を、新悪夢の塔。新悪夢の塔？何それ？新しいダンジョンが増えてる。あれ、そんなのあったっけな？このクエスト終わったら消えるかな？こんなのあったっけ？ああ、これよくあるクエストダンジョンか。単純に。クエスト終わったら消えるタイプのダンジョンかな。じゃあやるか。とりあえず、じゃあ、適当に攻略しますね。アンナを好きなティラがこっそり見ていた。俺アンナ好きちゃう。10日ばかりずるい。スクショしとこう。アンナは10日に嫉妬した。あははははやめてよ。またかよ。旅の疲れる険悪なムード。またか。もう、なんか次々と仲を悪くさせないでくれるか。うん、ふんじゃないよ。ほら、また始まった。あはははは。ちょっと待って。君たち何撃つの？ファイヤドンかっこ激やからかいああイライラする。ああもうぐっちゃぐちゃ、もうぐっちゃぐちゃ、バカたれおまかー空振り足何をしとるかお前ら一体何をしとるんや先般じゃねえか、ただの見やるかじゃんもうどいつもこいつもさあ、一番奥地に来ましたけども、ネズミの怪物が暴れてるということでね。一番でかいネズミでしょうね。はい。まあ、アイリーンネズミから時が経ってワイルドネズミか。パーティーが一新せざるを得なかった。もうみんなさっきからぐっちゃぐちゃに。やめてよね、ほんとに。ああもうピコ太郎頼む、ピコ太郎ラブ&ピースで機嫌直して。ああ衝撃に備える。なるほどね。あ、2回目。3回動く？これもしかして。あ、ピコ太郎あ、ピコ太郎好きだあ、もう好きレベル上がっちゃった、戦闘中に。オッケーしてくれね。ラブ&ピースイェーイよしこれでトウカさんの話は終わったね。よし。お母さんと仲悪いことを、ああ、大丈夫かもう、本当にもうさっきから。よし。まだ普通に行っていい。探検戦。どんどん炊き込もう。ムンはい、二段切りよいしょいいワイルズミ。おー、ピコ太郎はよそ見している。でも、避けたとしても、トウカさん食らうのか。ああ、結構食らうな。で、もう一回は、そこが。はい。ピコ太郎よしアンナたちが助け。これで足りない火力は補える。アンナとティラの。はい、19、53、37。すげえな。発射あ、終わった短期決戦成功ん何倒した後に。ああ、ガノンドルフあのネズミの壁さ。なんでここまで来れたんだよ、ガノンドルフ。本当ですかよかった。お礼にこれをどうぞ。チーズケーキ3つ助かりました。ありがとう。王様お喜びになるでしょう。ガノンドルフ、お前やっぱ一人で行けなって、ここまで。ガノンドルフだもん。勉強好きよ、アップル。おい、iTunes カードやないか、お前。やばい。ちょっと聞いてくれるかな聞いてくれたらそれくれる？裏側見せてくれる？うちの太郎がね、不気味な宝石を言った時な、あ、宝石、そういうことか。ショックで家出しちゃってね。心配なんだ。一緒に太郎を探してくれるか、にゃ、にゃじゃねえんだよ。にゃつけてもお前可愛くないよ。ここに来たことによりですね、先のフィールドが解放されます。今までここの奥地あったんですけど、先のエリアが解放されて、まあ、もっと強い勝負になりますね。はい。俺なんて言った？自信ないんだけど。まあ、やっぱ増えたね。お化け木打ち。まあ、パンは前のところにもいたんだけどね、ちょこっとモンスターが強くなったら新しいのが増えたりするんだよね。まあ、今までのとこは第1部との第2部という感じですかね。衝撃に備える！いや、それで21か、オートガードで。あ、ピコ太郎結構食らうな。あら！二段切り！よいしょ！いいねー！あ、でも結構タフだな。ピコ太郎？何すんの？それ。ハウリング！あー身長はトウカさんの身長からの時期やばいよ。うん。発射！うわー、165！強い戦車のいいとこ出たね。もう呪いの鎧なんか呪いの鎧ってなんかすごいなんかさ、語呂がいいな、君。へえ、あの時のボスだな。まあ、ステージは火山みたいなもんだもんな。不思議の国はコロコロね、背景変わりますよね。二段切り多数1。あ、いいね。普通にいけてる。鎧だけじゃ何もできないだろ、お前。いやいや、弱い。呪いを耐えたら弱いでしょ、食らったとしても。あ、避ける。さすが。好きレベルが高いからな。いくつだもうあんな時だって。あ、もう俺言うともんな。40 。さあ、一番奥地にやってきたんですけども、ここに太郎がいます。ね、iTunes カードを使いまくった太郎なのな、きっと。きっと太郎ってさ、何？あ、iTunes カード取れた！持ってかれた！ iTunes カード持ってかれた！アップル！俺の課金カード！俺の課金カードが取られた！アップル提灯。なんやろなぁ。なんやろな、これ。なんというかさ、なんていうかな。どういう原理なのな。よっしゃ。おら。太郎の iTunes カード。いや、俺がもらう。その iTunes カード俺もらうから。iTunes カードが奪い合いや。なんや。じゃれとる。回復すんの？あ、でも、言うてでも、兄様。大丈夫。てかよく考えたら今回のメンツみんな初期面じゃん。体験版メンツだ。あいた大丈夫、みんないけるよ。みんないけるパーティーだよ。体験版メンツは強いから。キュアオール。あーれー。おー、来たー。光が満ちる。キュアオール。すげえ回復すんじゃん。23！ アイハブも手伝うよ。アイハブはともかく自分は手伝うとだいぶ出るよ。メガハイヤ足す2。すげえ。はい、二段切り。よいしょ。あんなも安定したアタッカーになってんね。ちょうちん iTunes カードで殴ってくんじゃねえよ、お前。お前 iTunes カードで殴ってくんじゃねえぞ、お前。すげえ、iTunes カードが武器になるゲーム、ここだけやと思うな。金の力で殴らんといてくれる金の力で殴ってくんねんけど。あ、いいね。じゃあ、機上攻撃を。ここは。あ、結構タフだね。あ、よいしょ !261 か。強っ。メガハイヤー。iTunes カードが、なんか札束で殴っとるな。なんか現代の闇を感じる戦いやな、これ。いい感じ。ピコ太郎は何するの？みんな愛してるよー出た。アイドル特有のラブコール大好き。ラブコール大好きかよ。キュアオール。はい。自分はもうこれでリリア様とアンナがちゃんと与えてくれるからね。ここまで行くと。今回は自分がやる必要ないからね。このパーティーなら自分がやる必要ない。いつものパーティーだと自分が行かないかっていう。まだ iTunes カードが手に入らん。やめろ iTunes カードでじゃれんのは。ずるいぞ iTunes カードを自分のものにして。避けるよ。あいやまあ。単体攻撃しかないんだったら大丈夫。アンコール !OK! 素晴らしい。それならもうキュアオール一回挟んどくから。はい、キュアオール。次自分ちょっと殴りに行けるね。よし。アップルちょうちんあと少し。アップルちょうちんってすごい名前やな、にしても。3人攻撃。はい。1、2、3。まだ。リリースマンまたか。あんな、ジャンプ切り。よいしょー。お iTunes カードが落ちた。iTunes カード落ちとる、iTunes カード。拾わな。観察するにゃ。iTunes が喋った。さあ、iTunes カードがね、空から降ってきました。なあ、この図は。ダマジー、完成度が高すぎるんちゃうか、このミーは。旅人町、時々面白いことなんだ、こうしてみると。iTunes カード、ヒゲ生えた、ほら。ふにゃー。まったく。ひどい目にあったよ。犬の太郎なん、太郎って犬のことだったんだね。でも太郎も無事でよかった。その宝石もらえないかな。こんなのでよければ。右目の宝石ってことは左目と鼻と口みたいな感じだな。結構遠くなりそうだね。行くよ、太郎。あー、iTunes カードが、俺の。アップルのお願い叶えた。アップルのお願い叶えた。なぜこの部分は。超魔王と、もう超魔天皇だったかな。この宝石、超魔天皇の扉の鍵だよね。宝石集めて扉を開いて、超魔天皇の持って、超魔王をやっつける。そして大賢者を助けるんだ。待ってね、大賢者、岩田社長。まあ、そういう流れですね。だから、他にも宝石があるんだね。どうしてもお使い感が拭えない。ハム太郎。再現度が高い。どっちかというと、ハム太郎のお面をしてる人だな、これは。どっちかというと。なんか祭りにいそうな感じのさ、その、お面してるタイプの人だよね、これ。ちょっといい？僕の友達のココアがね。はい。不気味な宝石を拾ったんだ。やっぱそういう系の話だね。巨大な怪物が飛んできて、ココアを連れ去ったんだよ。じゃあそのココアはもう敵になってんだ。心苦しくて。ココア助けてくれないかな。ハム太郎のお願い。氷の洞窟にされたら僕、ハム太郎のお願いで、この、なんかすごいね。おめえかぶってるにしか見えへんな、やっぱり。さあ、吹雪の山ということで来たんですけども、あれだね、これは小さいダンジョンのタイプかな。よし、進んでいこう。ただ、どういう感じ？あ、小さいダンジョン？それとも抜け道？単純にその先の抜け道の可能性あるの？ん？あー、やべえ！ちょっと待って！待って待って待って。これはぐれどういう感じ？リリア様と自分はええけど。ちょっと待って、今さ、もう一サイドがやばいやつだ。毎回なんかこの半分ずつの時ってさ、パワーバランス悪いな。あ、でも、そっか。宿屋は5人ずつ。おんらー！あんらこっちにいんのか。え、こっちのサイドどうなってんの？あー、強い。ちょっと待って、こっちのサイドは強すぎない？あんら、ピコ太郎、リリア様、ミアルカが。ミアルカはともかくとしてもさ、ちょっと他のサイドが強すぎないかい？ちょっと待って、向こうサイドどうなってんだ？俺ちょっと待って、把握できてねえ、向こうサイドどうなってんだ？あー、ほら、バラが咲いとる。バラ咲いてるよ、向こうに。まあ、こっちサイドはスパッといけると思うんで、いっちゃいましょう。氷の洞窟。いやー、キンキンに冷えてる。リリア様メガファイヤードーンあー来たぞリリア様やってくれる。リリア様ならやってくれる。はい、メガエクスプロージョンドッカーンあー、耐えたリリアの攻撃を耐えるなんてやるじゃねえか。だが次で終わりだな。つが、もう来るよ。次で終わりだな。おらーさあ、こっちは多分一面だけで終わりかな？はぐれたままどうしてるかな？で、一方その頃だね。オッケーオッケー。一方その頃、あ、向こう側大変だと思うんだよね。正直。ほらー。リアル友人連中がさ、集まってるからな。暗いか遠かヨッピーと。さあ、こっちの陣営はですね、リアル友人3人、そしてアンラ。成長期アンラが、いたんすよね。そっちに。こっち側に成長期アンラがいたのは一応救いかもしんない。レベルがね、違うのよ。ほら。みんな20弱なんですけど、この成長期アンラだけ23だったんで、なんとかなるかもしんない。アンラがやってくれれば。アンラが引っ張ってくれるしかない。で、そのアンラを囲え、お前ら。リアル友人3人はアンラを囲え。いいな。アンラに対して囲えばいい。うおーアンラさんって囲えばいい。ぬーん、結構食らう。何すんのでもまあ、二人、扇風機それあ、倒れないの？結構硬い。いや、アンラが引っ張ってくれる。このパーティーは。いや、本当に、本当に引っ張ってくれる。トウカさん。10日さんで普通に攻撃力あるからね。61、39、よし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 、おのおのの個性生かしていこうの。あんだ頼む。バグクラッシュ。90出んのか、すごいな。あんだ結構やるね。あんだすごい。うん、あんだすごい。本当にすごいと思う。あとはまあ、お前ら3人で頼むわ。さすがに大丈夫だよ。待った。8回行くして。そこそこの水準の火力は出るな。料理人でも。これか、うおまあそれで倒せるんだからいいんだけどさ。いやまあでもアンラが頑張って引っ張ってくれたのはでかい。待ってたよ。おーい、アンラー向こうのパーティーにもアンラいるからややこしいことになってるけど。いや、こっちのアンラも頑張ったよ。さあ、最後に来ましたけども。あれあなたがココアかなあ、いや、そうなのなんかさ、俺過去にこの、いや、ごめん。過去になんか、アイリンのさ、見たじゃん。アイリンにそっくりだったからさ、アイリンかと思ったらちゃったわ。あ、ココアこの人なんで。でも、ココアって誰だろう。氷の女王、ココア。俺ね、この旅人の街のね、その、依頼人のは指定できないからさ、誰なのかわからないんですよ。こいつは誰だろうなみたいになってるわ、自分は。まあまあまあ、でも。パーティーが合流したんでね。まあ、サクッとやっちゃいましょう。サクッと。強。260出んのか。すげえな。リーダー様、新しい要素バリア。そうか。バリア張ってくれなかったか、いよいよ。バリアはでかい。もう耐久力、もう簡単に言えばもう耐久力2倍だからね、バリア張ったら。リディア様賢いから必ずボス戦でバリア張るようになったね。闇に落とす。無駄無駄なるほどね。安全地帯用意しとったけど、無駄無駄って言っとったわ。おー、なるほど。こんな感じか。まあでも、適当に殴るだけでもういけそうな気がしてきたな。しっかりこの4人は、ちゃんとね、一番多分トップベンツがこの4人ですね。サブに、まあ確かにピコ太郎とかいろいろいるけど、ちゃんと育ててはいるけど、メインはこの4人だと思う。今のところ、アンナっていう不思議なことになってますけど、パーティーが。パーティーがアンナ2人っていう不思議なことになってますけどね。闇に落とす。正気を保った。何？うわー！結構食らう。まあでも、余裕余裕。私がいる限りは大丈夫。配給はオール。早めの回復。そしてリーダー様たちが攻めてくれる。何もしなくてもね、リーダー様たちは攻めてくれるから大丈夫。アンラ、機上攻撃。ふおーん !92! アンラアンラが2人おるとややこしくなってくるな。大丈夫大丈夫。1、2、3、終わりー中ボスごときでね、苦戦しないんですね、やっぱり。でもやっぱ思うわ。ココアって誰なんだろう。ああ、ココアの顔が返ってくるのはいいんだけどさ、俺知らないわ。俺の知ってる世界線でピンク、なんかね、金髪のココアは知らんわ。マジで誰だろう。うん、マジで誰だろう。で、これで氷の洞窟の話は終わりかな一応。連れ去られたものし、ココア。助かったよ、本当にありがとう。このどうで返したらいいのか、もうなんか持ってますけど、すでに。その宝石が欲しいんだけど。え、これでいいの？うん。どうぞ。あと、なんだ？その宝石のせいで怪物に目をつけられたわけね。なるほど。大丈夫。ってことは、あと2つだったかな？ハムタ。そういや、依頼人こいつだったわ。どういう友達なんだ？